こんにちは、いつみや中学校2年の市原です。今日は阿蘇広域行政事務組合消防本部中部消防署に職場体験に来ている仲間たちをリポートします。職場体験に来ている渡辺さんです。渡辺さん、この職業を選んだきっかけはなぜですか？将来消防関係の仕事に就きたいと思ったからです。理由はどうしてですか？まあ、興味が小さい頃からあったからです。この仕事を体験してみて楽しかったことは何ですか？この消防職員との会話が楽しかったです。今はしごを登って訓練をしていたけど、はしご訓練はどう思いましたか？と上から見るのはとても怖かったです。残り3日で学びたいことは何ですか？将来消防関係の仕事に就きたいと思っているので、一つでも多く学びたいと思います。具体的にどんなことを学びたいですか？どういう火事や事故などにどういう道具を使うのかを知りたいと思います。ありがとうございました。どうしよう。今から何をするんですか？リレーをやります。どのようにして行うんですか？1走者目はボンベをからって、2走者目はマスクだけをからって、3走者目は全部です。頑張ってください。はい。走ってみてどうでしたか？重くて視界が狭くてきついです。2日目ですけど体力は大丈夫ですか？まだまだいけます。どうしてこの職業を選んだんですか？消防士が、人を助けている姿がかっこよくて体験してみたいなと思ってきました。指導してくれている人はどんな感じですか？とてもみんな面白くて、コミュニケーション力が高くてとても親しみやすい人たちです。残りあと3日間頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に担当者の方へ質問したいと思います。いじめ中2年生の働きぶりはどうですか？はい、みんな真面目で素直で、一緒に仕事していてとても楽しいです。胸の方に山岳救助隊と書いてありますが、消防署の方は山岳救助隊にも入られているのですか？阿蘇の消防の中で、山岳救助隊に入っている人数が二十数名いるんですけど、その中でも僕が一番年下で入ってます。最後に中学生に一言お願いします。勉強も大変だと思いますけど頑張ってください。これからもお仕事頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。2日目の職場体験が間もなく終わろうとしています。今日取材してみて感じたことは、みんなそれぞれ楽しかったことや大変だったことがあると思いますが、しっかり一生懸命訓練していたところが印象的でした。残り3日間精一杯頑張ってほしいです。